明けましておめでとうございます。新年最初となる動画は、全国に400社以上もの分社があり、関東各地にも鎮座しているのに、なぜか当チャンネルに登場しなかった秋葉神社。その秋葉神社の関東総社、埼玉県埼玉市に鎮座する差し扇の秋葉神社と、東京秋葉原の地名の由来になった松ヶ谷の秋葉神社を紹介します。はじめに、秋葉神社は日本全国に点在し、神社本庁傘下だけで約400社、また歴史地理学者コメイエ対策による2017年の調査では1129社を数え、神社以外にも秋葉山として祠や寺院の中で祀られている場合もあり、秋葉山の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の日よけや火伏せの神として広く信仰された秋葉大権現を祀り、静岡県浜松市の遠州の秋葉山本宮秋葉神社と、新潟県長岡市の越後栃尾の秋葉山釈望大権現を二大霊山としています。関東総社秋葉神社は、約1250年前となる聖武天皇の御代天寿4年、西暦1378年の創建と伝わり、龍安禅師が遠江の国秋葉山釈望大権現、現在の秋葉山本宮秋葉神社から分霊を勧請したと言われています。そして大阪の陣で先行を挙げ、山内本家とは別に武蔵の国差し扇領18ヶ村三千石を与えられて、幕府旗本となり、領内の中釘村に陣屋を築いた江戸時代前期の武将山内勝忠の崇敬を受けることになり、寛文元年西暦1661年に社殿が改築されました。その後、勝忠の孫の代に土佐藩の宗家を継ぐことになり、差し扇領は幕府に返上。元文4年、西暦1739年に紀州徳川家の祈願所となった歴史を持ちます。御祭神は主祭神ほのかぐづちの狼と、天照大神、須佐能の御子と、菅原道真、一木姫の御子と、大和たける御子と、宇賀の御霊ほか六柱を祀ります。ほのかぐづちの狼はイザナギ・イザナミの神海において生まれた神で、火の神であったために、出産時にイザナミは火傷をしてしまい、これが元でイザナミは死に黄泉の国に行ってしまいます。そのため、怒ったイザナギに戸塚の剣、雨のおはばりで首を落とされてしまった神で、古事記によれば、かぐ土の地などから様々な神が生まれました。秋葉信仰は秋葉神社の祭神に関わる信仰で、根本社は秋葉山頂に鎮座し、県南、水南、河南に霊源新たかであると東海道名所杖に記されています。特に河南信仰は愛宕神社と並んで有名で、秋葉山は神仏習合に伴い修験の霊場となりました。後の大権現となる修験者の三尺坊は実在の人物で、4歳にして新潟県の蔵王権現堂へ修行に行き、10歳の時に戸隠の父の元に戻られて、26歳の時、比叡山の千日開放行を終えて大阿闍梨となり、27歳で真言秘密不動三昧の法を習得して、七難八苦のうち河南を救うべく三日神化の術と悟りに至ったとされ、諸国を遍歴して最終的に今の静岡県春野町にある秋葉山に足を留めて、この山を愛され、花房の大魔神力を持って人々の苦難を救います。三尺坊は不動明王の化身とされ、白虎に乗って神風のごときスピードで移動すると言い伝えられ、権現とはかつて人間であった人が、そのあまりに超人的な力量のために後世の人に神として崇められることを言い、霊力で浮き上がり、三尺約90センチの高さで飛行していたと伝わる超人で、天狗と言われます。越後の国から飛来して秋葉山の鎮守となり、三尺坊大権現と称して秋葉信仰の神として祀られたと伝わります。なお、秋葉の読み方において濁点は文字通り濁った音を表します。日本の歴史において古代から神に対して濁りのある音をつけるのは失礼にあたると考えられていて、神道も神道であり、今回も神社において正式名称は秋葉ではなく秋葉神社となります。例えば浅間神社の御祭神この花咲夜姫も姫ではなく姫と、このチャンネルでは言い表していることに違和感を持つ視聴者様がいると思いますが、ご了承ください。差し扇秋葉神社の社殿は本当に立派で、本殿を囲う巨大な幕屋は圧倒です。本殿は八つ棟三手先造りと、壁面からマス組を一手先、二手先、三手先と三段に張り出させ、桁を三段に持ち出して支える室氏の五重の塔や平等院、鳳凰堂などで見られる造りであり、江戸時代の代表的な様式大隅流八つ棟三手先造りとなっています。
さらにその紙面には豪壮優美な彫刻が壁面を埋め尽くしているそうです。そんな本殿を後世に残すための幕屋に囲われて、本殿は残念ながら見れません。最後に、関東において関東総社秋葉神社以上に有名な秋葉神社が、古くは東京電機大学のお膝元、理系の電大生がお手製のラジオやコンピューターの部品を買い漁る町、電気街として発展し、近年はサブカルチャーの中心として全世界からゲーム、アニメなどの聖地として知られる秋葉原の俗称、秋葉の由来となった秋葉神社です。当初の名は鎮火社といい、明治2年暮れの大火を受けて明治天皇の勅命により、翌年現在の JR 秋葉原駅構内に火の神、家具槌の狼、水の神、水葉の目の神、土の神、ハニヤスの神の御柱を祭り神として誕生したのが現在の秋葉原の地名の由来となる秋葉神社で、江戸時代の江戸の町はたびたび大火災が発生したことから、神仏金光の秋葉大権現が火伏せの神として広く信仰を集め、秋葉様、秋葉さんと呼び、社域である周辺を秋葉の原、秋葉っ原と呼び、秋葉は下町なまりで、本来の秋葉大権現は秋葉と読むと言われます。この秋葉神社である鎮火社はいつしか秋葉社となり、明治21年に日本鉄道が建設していた東北本線が現在の上野駅から秋葉原駅まで延長され、秋葉の原の土地が払い下げられたのに伴って現在の地に移転し、その後の昭和5年に秋葉神社と改名されました。